はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回からは、ジオニックフロント機動戦士ガンダム0079、こちらのシナリオをやっていきます。ジオニックフロントって元ネタなんだっけ、ちょっと全然覚えてないけど、名前はねなんか聞いたことあるんですよね。まあ、とりあえずジオン側の話かな。まあ、ザクが、2機映ってるけど、まあ、やっていきましょう。ステージ1、フェンリルの牙。ジオン公国と地球連邦との戦争、いわゆる一年戦争はいつ始まったのか、それに対して正確に答えるのは簡単ではない。公式には一年戦争は宇宙世紀0079にジオン公国の攻撃とともに始まったとされている。だが潜在的な戦争は宇宙世紀0058、ジオンズム大君の独立宣言と国防軍創設まで遡るという意見も少なくない。後の一年戦争につながる要素はすでにこの時に生まれていたのだ。そのため長い目で見ればこの戦いの全ても必然的に起こったものだろう。宇宙世紀0079、2月7日ジオン軍は地球への降下作戦を実行する。降下部隊は次々と連邦軍を電撃的に破り、地球上の大半を瞬く間にその勢力下に置いた。だが連邦軍はあくまでも抵抗をやめようとはしない。そして3月11日ジオン軍による第二次地球降下作戦が開始。目的は北米地区を制圧し、南米にある連邦軍の本拠地ジャブローの攻略拠点を確保すること。司令官はガルマザビ大佐である。この大規模な作戦を前に先行して地球へ降下する一機の HLV があった。その HLV の機体表面に浮かび上がる狼のエンブレム、それはこの HLV に潜む部隊のパーソナルマーク。その名を闇夜のフェンリル隊。ジオン突撃機動軍所属、ゲラート・シュマイザー少佐率いる特殊実験部隊である。モビルスーツのみで構成されたこの部隊は攻撃任務をはじめ偵察任務、そして防衛任務と多様な任務をこなし、大規模な降下作戦の脅威となる連邦の橋頭砲を事前に叩くことを目的とする。北欧神話に登場する狼の怪物フェンリル。今地上へと舞い降りた狼はその牙を剥く。フェンリルの牙。ゲラート・シュマイザー、これがさっきの少佐か。まずは航空基地を占領する。先行部隊だね、先行部隊。ミテア輸送機でも、ミテア輸送機だったら大したことないでしょう。あ、その中に部隊が積まれているのか。
61式戦車、これが脅威なのか。集中攻撃を浴びれば大破は免れない。え、何、どっちが偉いのこれ。策がないんだ。そういうことじゃないと思うけどね。確かに工場の人たちも大変そうだよな。モビルスーツ1機作るのってどれくらい時間かかるんだろう。でも新型とか結構ポンポンできてるよね。でも量産体制さえ整えば割と早く作れるのかな。ちなみに車ってどれくらいで作れるんですかね。なんか結構機械がガチャガチャガチャっとなんか流れ作業でやってる感じがしますけど、まずは司令部を制圧か。エイガー、エイガーってこれで出てくるんだ。訓練嫌いなの。訓練と実戦は違うんだよ。
急激な熱反応と磁場の変動、何かがいるってことか。あ、ビッグトレイか。陸上戦艦。ニッキ・ロベルトは気が弱いっすね。敵は取ってやるって。まだ何かいんの？あ、無理です。無理を無理というのは誰にだってできる。初陣の花咲かせてみせます。ニッキはビッグトレイを撃破できるか。これが前半戦なの？ミディアとか破壊しちゃっていいのかな。どうする？ミディアちょっと邪魔だね。これそもそもここにいると攻撃はしてくんのかな。バツ印ついてるけど。しかし戦車相手だな。さーて、連邦のケツを蹴り飛ばしてやる。やはりな、戦車にバズーカを当てるって難しいよね。こちらルローア少尉、攻撃を開始します。2000、まあ2発で倒せるか。ザクマシンガンとか当たんないからね。こっからだと着バズーカすら当たらねえし。1ターン目こんなんでよかったかな。これは反撃をしておくでしょ。反撃はできないでしょ。落ち着け、攻撃さえ命中させれば。なぜか回復した。なんで？わからん。初期型ザクワンの、こっちだけ初期型ザクワンなんだ。とりあえずチャンスステップを有効に使いたいから、ザクマシンガンで大丈夫でしょう。さすがに2063くらい。で、別に最終的に日記が破壊すればいいわけだから、みんなで攻めていこう。上のやつとか当たんのかな。届かねえし。攻撃開始だ。火力の集中を忘れるな。いや、もう火力の集中って言ってもさ3機しかいないんだけど。てか当たるか、当たるか。ザクバズーカがなんとか支援かけとこう。どっちかはよし。当たるね。エンジンが動きません。
エアと戦車が2体と。これはこんな感じかな。ザクマシンガンで支援をかけて、で上の戦車はバズーカで倒すと。どうすかな。でもそうするとあいつがな、全然進んでないからな。ザクマシンガンで減らしとくだけにするか。よし、一応進めるだけ進もう。ビッグトエ、艦砲射撃の3から7しかないから、やはり潜り込めば大丈夫だな。開始を。でこいつで一旦ザクマシンガンで倒すと。回避された。まあそれしょうがねえよな。まあ、別にターン制限とかないからね。でこれはもうピンポイントで減らしていく。6500でしょ。まあ、6000ちょいずつは当たるから、一旦ここでセーブしとこう。まあ、ミテアをね無視していいっていうのがよかったね。これミデオ倒せみたいな話になったら結構めんどくさいから。でここでザクバズーカ15000、3人全員当たれば倒せるかな。3人全員当たるか。まあいいや。うおー微妙ー。ちょっと待って、一応2回攻撃を仕掛けておこう。これで攻撃開始か。6400、これで2発当たれば大丈夫か。いけ、敵を捕らえたぞ。確実に仕留める。シャルロッテ以上に活躍してみせる。1ヒットしかしなかった。なんてことだ。バズーカ系はねちょっと命中率に難があるよね。これ外したら嫌だから、またセーブをして、というかみんなでかかれば怖くない。ほら、最終ターゲット沈黙を確認。降伏した後ってこれどういう扱いになるの。こいつは脱出すんのか。訓練しか期待できないってどういうこと。
キャリフォルニアベース基地。移動ですか？移動なんですか？どっちですかね。移動に伴う移動です。ユーラシア大陸はまだそれほど激戦区ではないのか。やばい雰囲気ですね。何？なぜわかる？戦車兵をやってませんからね。すげえなこいつ。小規模だと思われますが全速力で移動していますよ。緊急戦闘配備。オファートラックね、結構役立つよ。命中率が上がるからね。宇宙からね、地上に届けなきゃいけないっていうのが大変だよな。孫子の作戦編。カリフォルニアベースの支援。そうだよ、戦争するってね、すごい頭使うんだよ。士官は頭を使うためにいる。下士官は筋肉を使うためにいる。
潜水艦ドック。地下潜水艦基地。潜水艦の建造が可能か。なるほど、そうだよね、コロニーに海底はないからね。あれ、もう突破されたんだ。なるほどね。何か考えが終わりなのか。ああ、ジャブローからの命令か。ってことはジャブローがキャリフォルニアベース捨てていいよって。モビルスーツ開発必要不可欠と。え、何、映画って設計とかもできんの。そんな感じの人には見えないけどな。すでに潜入されている。潜水艦は破壊してはならない。フェンリル隊には4機のザクがある。2チームに分け、1チームは潜水艦基地の深部へと進む。もう一つは発電所の破壊。
ダジャレのファンなんですって、なんだそれ。後ろから撃つわよって、軍法会議ものだろ。モビルスーツ1機を破壊して同士撃ちをするって、それすらわからないのか。ああ、一機ってことは何個かあるのか。二機目。三機目に、下に四機目と。あそこに潜水艦らしきものが見えるな、右の方に。61式戦車か、結構数がいっぱいいるな。ん？ここは？どういう感じで出るの？後ろに一機出れるし。じゃあちょっとここに出て、後ろにも出るか。これ後ろに出る意味あんの？潜水艦はだって攻撃しちゃダメなんでしょ。ここら辺からまた敵が出てくるのかな。発電施設をすべて破壊。ニッキとシャルロッテが発電施設をすべて破壊と。どんくらい人置いてあんの？1万5000か。それなりにあるな。ちょっと邪魔なんだけどこのザク。先に進めん。これ多分一緒に行った方がいいよね。で61式戦車はもう完全に自分らが相手しよう。よしよしよし。ハロ、そうハロ、そういえばね、新しくオプションパーツが作れるようになったんで、出撃出力リミッター解除、攻撃力プラス100、これをつけてね。がでかっ。ハロでっか。
これでハロ無双が始まるんですか。届かねえし。ハロタックル5400 やべえ。しかしここはもう一気にハイテンションへ持ってこう。うわーい、超強気。そこからのハロバブル、さすがに戦士相手にさ6000は当たるでしょう。余裕だな。で怖いから帰ろう。さてでは第一部隊、フルアーマーガンダムを出して、戦車結構硬くね。攻撃力はさすがに弱いけど、リックドームあたりを出すか。あんまり進めないな。あれリックドームってさ思ったけど宇宙用じゃなかったっけそうだよねまあ乗せればいいんだけど、こっちもスナイパー2を使うか。でとりあえずここはこれでいいでしょ。これどうしよう、潜水艦はだって攻撃しちゃダメっていうからな。ここの上の6、7式戦車を勝たす。ミサイル一斉射撃で戦車と、であとはこいつ出れんのか。こいつ出れねえしでかすぎる。じゃあここはフリートを投入しよう。回避されたマジか。戦車ごとく回避されるとは。ズゴックいいねそう、なぜかズゴックがいるから、アイアンネイルにしよう。この戦車めっちゃかわしてくるな。マジエースが乗ってんな。でガンタンクは支援用、バズカを入れとくか。ほらね、うお両方回避された。マジエースだなこいつ。ビームサービスで確実に当てていこう。でこのターンはこんなもんでいいかな。一応ジムスナイパーちょっと発電施設当てとく。さすがに一発で1万5000はね当たんないと思うから、よし、反撃できるやつ反撃していこう。ま、射程には自信があるからね、うちも。すごく狙いか。倒せるときに倒しちゃっていいと思うんだよねこういうのは。いや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 、めちゃくちゃ回避されんな。あ、これ潜水艦だ。ちょっと、潜水艦みんなで攻撃してくんだけど、ちょやめてほしいんだけど。お、怖い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 。ガンタンクとかさ動き鈍いんだから。あの戦車はとりあえず一旦シャルドッテで破壊するか。で発電施設9000は当たらないと思うけど、一応セーブをしておこう。破壊しちゃったら嫌だからね。フロアマガンダム両方狙える位置でミサイルでいいかな。まあさすがに支援はいらないでしょう。5075 全然余裕だ。むしろザクのバズーカで
5000当たるかどうかっていうところだな。なんだこれは。桜塚、あれこれ一マス分しかないんだ。4500。この作戦で私の実力を証明してみせるわ。3600とか弱すぎる。じゃあちょっからジムを出して、こいつはぶっ倒しちゃおう。ジムスナイパーは結構エネルギーが減ってるから帰還させて、ここの舞台どうすっかな。宇宙海とかエネルギーがなさすぎる。ミサイル指定射撃で、こいつも確実に帰るしかないでしょ。ディフリートだな。この戦車もな。グレネードランチャーのメガレシコ、いやマジで当たらんわ。戦闘特化のやつってもうすげえ使いづらいんだけど、ガンタンクどうすっかな。やろう、どっちかモビルスーツ破壊される恐れがあるな、このままだと。こっちに来るかまさかの、ひたすら回避。いいね、回避してテンションが上がる。イヤホーって感じなんだろうな。痛い、しかも大地かよ。やばい、ズコックか、ズコックがやられる。この基地施設はザクマシンガンで破壊するでしょう。発電施設を確認しました。攻撃に入ります。1機目、これ別にどっちで破壊してもいいんだよね。イベント条件、ニッキとシャルロってだから。パーフェクトガンダム、フルアーマーガンダムだった。戦車破壊に向かうか、どうしようかな。こいつを減らしておくか。発電施設意外に硬いかな。かといってな、あんまりやりすぎてもな破壊しちゃうからな。バズーカとか意外に強いからね。初期ジムだったら大丈夫でしょう。5056、怖え怖え怖え。じゃあ2機でちょっと破壊するか。2機目破壊完了。さあ、そしてちょっとハロー出そう。ハローを出してここの戦車部隊を全員殲滅する。ハロビット、超一撃であればハロビットは使ってって問題ないんで。しかもハロビットって意外にコストパフォーマンスはいいからね。でこのままこっちの戦車を破壊する。なんかオプションパーツでさ、経験値が 1.2 倍とかさ 1.5 倍になるとかなかったっけ。ソーダ技術とかいらねえ俺ソーダ技術にならねえし。でちょっと一回こっちに行こう。そしてモビルスーツを収容する。でザクは進めていこう。
痛い、当たった。くそ、この戦艦戦が狙ってくんの、どっから狙ってくんだよこいつ。めちゃくちゃ射程長えな。いや射程10以上あるでしょあれ。で、どうすかな。発電施設破壊したらでもどうせ潜水艦も撃破してくださいみたいなこと言ってきそうだしな。こいつらまず下げて、攻撃ミサイルとか当たんのかな当たんねえ。で減らし要因、ジムスナイパー2、狙撃用ライフルが当たる。あとはビショップ、ビショップもそりゃ宇宙用だった。ガンダム5号機、ジャイアントガトリン6000。こいつを出すか。飛行機券で4600。これザクバズーカでいけたっけ。てかザクバズーカそもそも当たんねえな、こっからだと。4200マジ弱えな、こいつ邪魔すぎる。どうしよう、これここにいるしかないよね。とりあえず艦砲射撃でこの戦車を倒しておきたかったけど無理か。こいつを出そう。これでいくしかないか。そう、ザメルになったんだ、そういえば。強っ。ていうかザメルもさ、でっかい扱いなんだ。 XL そんなでかかったっけ、ザメルって。もう潜水艦がうっとしいな。で上の発電施設、これは破壊できるでしょう。4200。よし、あと1機、ゲットゲージ上がってってけど別にいらないからね。で、タクバズーカやって、で、1機くらいこいつで倒してあげるか。予備電源か、上と予備も同じだけあるな。敵の戦車隊を確認。連邦軍はね、物量で攻めてくるからね。また潜水艦には手を出すのか。お、これは各セクションは警戒態勢。潜水艦の状態はどうなっている。いや、手出してないからね。補給は完了しており、クルーも上艦させたまま待機中。発進準備。
7ターン後。なるほど、ザンジバルをちょっと動かしすぎたな。アンノーン、ヘリコプターかよ。戦闘ヘリとかマジでいらねえなこれ。とりあえずちょっとザンジバル解凍させて、右上の方が結構危険だからな。ザンジバル部隊だとな、微妙っちゃ微妙なんだよね。とりあえずこの戦闘ヘリを撃ち落としておこう。で、こいつ出そう。ここならいける。これでいいか。で、ヘリコプターは撃っ払う。またで、今回は特に別にザクで倒さなきゃいけないってことはないから、ザメルに任せよう。突き進むんだ。まずは捕獲して、一発で倒せるか。これ倒せたんだっけ。あ、倒せるね。そうだな、先に戦車を破壊しておくか。よし、右側は大丈夫だな。これで逆に超強気になってきたか。これ食らうとね、超強気溶けちゃうからね。一旦こいつらは収容して、このザクはもういいかな。さすがに戦力にはならないでしょう。ハロ出して、でここからビットでどこまで当たるか。いいね、下にはあいるのか。まあ1機ずつ破壊して帰ろう。もうハロはね、出て帰って出て帰ってを繰り返さないと弱すぎる。下の部隊どうするかな。これもう一回進めてから出撃したいから、とりあえずこのターンはこれでいいや。かわせかわせ、痛い。ザメルを反撃しておこう。よし、ナイスだ。エネルギーだな。まあ、200くらい攻撃力があれば一年戦争は多分ね、乗り切れると思うんだよね。まったく、クソ忌々しい野郎どもだ。あと6体以内。ザンジバルは急行する。ザメル、こっから680ミリカノン砲、つまりどれくらい。ギリギリ倒せねえし。イフリートとかどう。結構イフリートね、機動力あるイメージがあるから。無理か、これいけるね。よし、で下の方の戦車、これも破壊する。一回避けようかな、イフリート。もう一回戦艦で移動するか。
この作馬塚を当てておけばいいね。味方が進軍するのにだいぶ楽になる。まああと6ターンもあれば全然余裕だな。ね、コアファイターね、なんとかしたいよね。観光でなんとかなるでしょう。経験値200くらいかな。で、レーンにタカロ出して、まあ、ビットで攻撃して、最高の兵器はね、命中率が高いのがね、助かるんだけど、マジックパワーをね、消耗するっていうのは一つ難点だよな。戦車相手に1万4000しか当たらないからな。もうガンナリウム合金外して攻撃力がアップするやつをもう一個つけようかな。なんか攻撃力、その武器の攻撃力が250じゃなくて500上がるやつがあるんで、それをつけてみよう。どっちもしないか。で、土台を出してドムを乗っけよう。これで上の発電施設は大丈夫でしょう。で、下の発電施設もこのままザメルに向かせよう。あれ、61式戦車って結構射程長いね。あと5ターン余裕だ。これを撃とう。で、ザンジバルが移動して、あれ、ここ移動できないか。ザンジバルがいっぱいあるか。うわ、エネルギーが全然ねえわ。エネルギーを回復するやつある。ヒットポイントとかしかねえし変えるか。で、あの戦車の相手は俺たちがするか。強い。下の発電施設破壊できるかな。6100か、ちょっと無理だな。あと射程の長いやついないかな。ま、イフリートでなんとかするか。殴ってれば倒せるでしょう。ああ、エグザム使えば倒せたかな。ま、いいや、それは。ハイガンダム5号機で、ああ、当たらねえか。無理だな。結構遠いか。5000。ん？どういうことこれ。あ、これはあれか、ドムはドムでってことなんだねじゃあ次のターンかな、破壊ができるのは。いや、余裕余裕。イフリート、エグザムシステム、スタンバイ。一応テンション上がると。発電施設って、ね、大したあれじゃないのかな。経験値的にどうなんだろう。で、ジャイアントガトリングで、こっから超強気のハロビットで大丈夫でしょう。
今経験値は確か173とかだったから、発電施設を破壊することによって295、100ちょっとか、少な。ジャイアントバズーカ、すべての発電施設が破壊されました。そうなんだ、結構なんか頑張ってる感じがするけどね。撃ってはならん。運のいい敵だ。マルコシアス隊、なんか聞いたことあるね。なんだっけ。2万5000円と。ル・ロアとマット・オースティン、あ、マグネットコーティングプラス5だけか、ちょっと微妙だな。じゃあ戦闘ヘリはどうしようかね。1個取っとく。絶対いらねえけど、4000円しかならねえかな。特にな、今回戦車相手だったからね、全然レベルが上がってないんだよね。ザメルを見てみるか。ここら辺のものは全部登録されてるね。ザメルはもう開発しきったから最終的に交換していくか。ハイザックティターンズ仕様とか、ブルーディスに1号機、これ確かでも交換ってレベルを上げていけばこの交換対象もいいものになっていくはずだったんで、特にないね。はい、ということでジオニックフロント、第1話はこれで終了したいと思います。じゃあ今回はこれで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。